最近の一押しグラビアアイドルを教えてください。来ました。もうね、これね、3位ね、はい、これはね、もう吹雪圭さんって言ってね、はい、あの皆さんご存知だと思うんですけど、腹筋がバッキバキで、はい、これはね、今までのグラビアの中でナンバーワンですね、腹筋。あ、腹筋はバッキバキ、それでまあボリュームあるんですよ。クーッカーッて、だからもうダイナマイトセクシーって感じで、もう吹っ飛ばされたいって感じで、パワーがある。へ、この人24歳 で、はい、で2位がね、志田ねねちゃんっていうね、25歳でね、はい、戦隊ものに出てたんですよ、仮面ライダーギーツ、仮面ライダー白尾として、はいはい、スラッとしてて、その優しい顔なんですよ。で、まあどういう人か僕ちょっと分からなかったんだけど、ゴッドタウンで若い女性を笑わせろっていうコーナーが、企画があったんですよ。で、志田ねねちゃんは5万円持ってるんです、ねねちゃんは、はい、で、こうお笑いの人たちが次々笑わせて、1回笑うごとに1000円ずつ引かれていくんですよ。で、50回笑うとゼロになっちゃうわけ。はいはい、いいとこで笑うのよ。センスがいいの。あ、で、ニコ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 しててね、はい、すっごい感じよかったんですよ。そうなんですか。でも2位にバーンって食い込んできましたよ。で、あとね、番外をちょっと言いたいですね。これはね、山岡雅ちゃんっていう19歳の、はい、これ何がいいかっていうとね、はい、中学レスリング全国ベスト8だったんですよ。レスリングやってたんですか。はい、ってことはね、体にパワーがあってね、あの、はい、でね、たぬき顔なの、どっちかっていうと可愛いの、ピキピキューンって顔で、ボディもね、やっぱりレスリングやってましたから筋肉があってね、こうガリガリじゃなくてね、こう少しポチャッとして、その感じがまたね、こういいんですよ。でね、どうしても僕はね、妄想するわけですよ、はい、で、妄想の中では結婚して子供を作るってとこまでも行きたいわけですよ。ママがど真ん中計画って言って、はい、ママが子育てしやすい街づくりっていうのを僕やってるんですよ、はい、内閣府と、はい、内閣府、はい、それでそこの筑波大学の先生に言わせると、日本人は世界一痩せてるんですって、女性。そうなんですか。で、痩せてるから筋肉がないから腱鞘炎になっちゃう。で、あと抱っこできないんですって、痩せてると。で、筋肉ないから疲れるでしょ、鬱になっちゃうんだって。だから、お母さんもちゃんと運動してくださいとか、栄養をとってください。で各市でそういうトレーニングとか、簡単な運動ができるところとか、ちょっとこう弱っちゃった時に同じ体験者で同士で支え合いましょうっていう、そういう、僕はマリと一緒にね、内閣府でやってるんですよ。で、それをやってましたから、このみやびちゃんのこのレスリングで8位ですよ、中学で。体力もあるわけですよ、はい、彼女子供産んでも全然腱鞘炎なんか起こさないですよ。双子でも平気です。だから、このお母さんとして最高で、奥さんとしても最高じゃないですか、はい、かってこう健康的でね、はい、番外編でこのみやびちゃんがいいんですけどもね、もう一人ね、外せない人が出てきちゃったんですよ。この ENA と書いてエナさん、はあ、なぜか、はい、保健室の先生からサイバージャパンダンサーになった人なんですよ。癒しとエロスの最高峰って。最高峰です。顔がね、癒しなのよ、保健室の先生ですから。だって保健室の先生っていうのは弱った生徒を、そうです ね優しく。サイバージャパンってやっぱちょっとセクシーじゃないですか。そこに食い込んだってとこはね、すごいですよ。デビューするや各グラビア誌からオファー殺到。笑顔と
ド迫力バストって書いてあるんですけど、その僕やっぱりこの保健室の先生っていうのは、はい、TikTok で、まあ、バズったってことはダンスが得意なんですよ。だから筋肉もちゃんとあってね、あ、やっぱりそうですね、サイバージャパンのダンサーは相当の運動能力ですから、この人も子供生まれた時に全然平気です、うん、で癒しがあるから、はい、子供も癒せるし、で、ね、はい、で保険的な知識もあると。あ、そうなんですよ、ってことです、ね、風邪ひいたりとかあの鼻水とかっていうのも全部その医学的な、はい、あのベースがあるから。そうですね、もうね、ダントツでね、菊池ひなちゃんなんですよもう皆さんも知ってると思うけど、はい、19かな、もう20歳になったかもしれない。あ、ええ、身長は160センチぐらいで、まあ、ちょうどいいっていうかね、うん、あの中肉中背の少し、はい、少しグラマー、あー、バーンじゃないの、はいはい、こうそれでいて顔がね、なんて言ったらいいんだろうな、日本的なの。まあ卑弥呼の映画だったら彼女に卑弥呼をやらせたいなっていう皆さんに見せられないですけども、私にちょっと資料がここにありましてね、一重っぽいんだけど二重なんですよ。でこう切れ長でこうパッチリで可愛いっていうたぬき顔でもないので、シュッとしてんだけど冷たさじゃないんだな。なんだろうな、これもち米にレモンスカッシュかけた感じ和でそれでいてこうふわっとしてて、ええ、このねひなちゃんはいいですね。バランスが何とも言えないね。もう同級生だったらやっぱお付き合いしたかったっていう感じがしますね。うん、ダントツなんですね。タイプがみんなそれぞれ違うんですけども、だから先ほど挙げた菊池さん、志田さん、宇吹さんも健康的です。もう全員そうです。そしてるのそこなんですね。そこなんですよ。うん、であとやっぱ笑顔がいいよね、はあ、みんなね。で最高じゃないですか。最高なんですよ。だから僕の今の最一押しっていうか、これがベスト5ですね、はあ、ええ、これからいろいろここから食い込んでくる人もいると思うんだけど、はあ、とにかくね、菊池ひなちゃんはどの雑誌でもトップですね、はあ、ああもうということでね、はい、皆さんもこの5人見ていただきたいと思います、はい、どっかで呼びますか、じゃあこういう人たちと。そうですね、改めて呼びたいですね。いろいろとね、え、呼んで聞きたいですね話、はい、僕のベスト5なんですけどつって。そうですね、でぜひ写真集とか出た時に、はい、そうですよね私の本、関根勤の嫌われない法則、2月21日発売でございます。いかに人と付き合う時にうまくこうね、人と付き合っていくっていう、嫌われないっていうかね、好かれる、これいろんな人に読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。